加倉誠義は、福岡県大牟田市出身の競輪選手。日本競輪選手会福岡支部所属。日本競輪学校第68期生。同期には、山口富雄、小川慶次、阿部康夫らがいる。師匠は、下坂茂。ホームバンクは、久留米競輪場。兄、加倉隆弘も、元競輪選手。久留米工業大学附属高等学校出身。競輪学校時代は在校競争成績第4位。デビュー戦は1991年8月7日のホーム、久留米で迎え2着。初勝利は同年8月14日の岩木平競輪場であった。1995年の日本選手権競輪で初の特別競輪決勝進出を決めたが、準地元とも言うべき小倉競輪場で毎年開催されている競輪祭では、1995年より4年連続で決勝へと進出。その4年目にあたる1998年はメディアドーム移転元年の開催で初優勝を果たした。しかし優勝した加倉に笑みはなかった。決勝戦で加倉は4年ぶりの同大会制覇を目指す吉岡稔新にマーク。最終ホームから加倉を連れて主導権を握った吉岡は同大会4連覇を狙う、宿敵の神山雄一郎のめくりをに、センター付近に置いて自ら牽制。すると、神山は、その牽制の煽りを受けて、外に膨らんだばかりか、神山マークの東出剛がバランスを崩して、落ち射してしまった。一方、加倉は、最後の直線で一瞬わずかに、吉岡をかわすが、吉岡の強力な差し返しに遭い2着で、ゴール到達。ゴール後、一着到達の吉岡は両手を上げて、ファンの歓声に応えていた。しかし吉岡は、神山に対する牽制プレーが元で、東出を落ち射させたとして、失格を取られ、二着入線の加倉が繰り上がることになった。この加倉の優勝に対し、批判的な声が上がった。それは神山を牽制する役目は、マークする加倉であるはずなのになぜ吉岡がせねばならなかったのかというもの。さらにこの一戦では吉岡が人気の中心であったことにも拍車をかけていた。さらに車検を外した言い訳を作ろうとする敗北者たちの批判はエスカレートし、加倉のこの優勝はフロックであるという声まで上がった。もっともこの一戦の吉岡の気合というものは自身がホームバンクとしている。小倉のメディアドーム元年の競輪祭で4年ぶりの優勝をしたいという思い以上に、とにかく戦前より神山に4連覇させたくないという思いがかなり強かった。ひいては、加倉任せにするのではなくて、自らの手によって神山をねじ伏せたいという気持ちがあったように思われる。競輪祭で優勝を果たしたことで、同年の競輪グランプリに出場を果たしたものの、これ以後2008年の競輪祭で決勝進出するまでの間、GI の決勝進出を果たしたケースはなかった。また競輪祭優勝以後、一種のスランプ状態に陥ったこともあった。一方、この優勝以後、GI ではしばし優勝を果たすケースが見られ、とりわけ混戦時における裁きは目を見張るものがある。しかしながら、GI での優勝は競輪祭以後なく、吉岡に助けられた優勝の感が強い。その後も長く S 級に在籍するも2018年下期で A 級一般に降格。ただ2019年上期で再び S 級2班に返り咲き、同年4月10日の小倉競輪第1日第11レースにおいて1着となり、S 級が新設された1983年4月以降では、沢田義和に次ぐ31人目となる通算500勝を達成。デビューから27年8ヶ月3日での達成であった。規定に基づき、同年10月26日の久留米競輪場において通算500勝表彰式が執り行われた。2020年10月12日、高松競輪ファイ初日第12レースで3着となり、通算取得賞金額が10億16566円となり10億円を突破。取得賞金額10億円達成は通算35人目、現役選手では21人目であった。ありがとうございます。